2021年上半期 TikTok を始めたこともあり、おかげさまで楽しくたくさんグミを食べることができました。新作グミも多かったんで、半年でだいたい100種類くらいは食べれたんですけど、今日はその中でも3つランキングで発表したいと思います。第3位、日本エール長崎県産ビワグミです。中にジュレが入っている2層構造でプルプルのグミなんですけど、日本エールのシリーズって全国各地の美味しい果物をグミにしているっていうコンセプトでやってるので、かなり味のレベルが高いです。で、今回このビワっていうフルーツのチョイスがなかなかグミに選ばれるものじゃなかったので、その渋さの点もいいなと思いました。第2位、おたべ監修生八つ橋グミ。ネタ系のグミなんだろうなって最初思ってたんですけど、食べてみたらちゃんと八つ橋でちゃんとグミだったことが衝撃的で、ほとんど和菓子だと思ってもらって問題ないんですけど、グミでここまでの再現ができるってなると、まだまだグミの可能性って広いんだなっていうのを気づかされたグミでもあります。第1位、青森グミ。これは近年まれに見る大物で、気に入ってまあまあたくさん買ったんですけど、袋を開けた時の香りの良さ、甘さと酸味のバランスの良さ、もちもちの弾力、どこをとっても最高なんですけど、ユーハミ格闘の雫型のグミは期待を裏切らないと心に刻みました。下半期はどんなグミに出会えるのか、今から楽しみです。